その20代の層、女性の人たちの割合ってのが増えるんじゃないかなというふうに思ってます。パトリオットのスタイリングですが、例えばジープらしいこのセブンスロットグリル、あるいは丸型のヘッドライト、それにサイドに回っていただくと分かるんですが、台形のホイールアーチなど、これはあのジープブランドのお約束となっています。それに今回ですね、グリルと一体化になってボディ同色になって少し上品さが加わったんですが、フロントのバンパーそのものもですね、ジープらしくその非常にあの力強い押し出しを出しております。あと少しアップライトなウィンドシールドやリアに回っていただくと分かるんですが、切り立ったリアエンド等でですね、全体のフォルムがその四角くなっているものをですね、さらにその強調したスタイリングとなっています。コンパクト SUV というのは、まあ、適当な快適なパワーとですね、ともにその、燃費の経済性というのがその、要求される、まあ、セグメントでございまして、私どもそれに、参入するために、今回、クライスラーグループと三菱ヒュンダイとですね、共同開発をしましたワールドエンジンの中から、まあ、最もその容量の大きい 2.4 リットルのワールドエンジンをこのパトリオットには採用いたしました。その 2.4 リットルのワールドエンジンにですね、ジャトコ製の CVT2 を組み合わせることによって燃費の効率とパワフルでスムースな走りを実現しています。ただオフロードですとか、あるいはワインディング、あるいはエンジンブレーキをその必要とするような坂道ではですね、オートスティックという機構を利用していただいて、まあ、マニュアル感覚の運転もですねできるという機構も備えております。グランドチェロキー、チェロキー、ラングラーの、まあ、年齢的なそのカスタマーのプロファイルというと、どちらかというと30代後半から40代といったところがメインかな。で、男性中心だったというふうに思いますが、このパトリオットはですね、まあ、ジープの既存のモデルに比較しますと、どちらかというと20代、まあ、20代後半だと思いますが、30代前半、20代のお客様、あるいはですね、女性のお客様の割合というのが既存のジープモデルから比べると多くなっているんじゃないかなというふうに感じます。まあ、ジープではこの四駆システムは飛ばせないわけですが、このパトリオットにはフリーダムドライブ1と呼ばれます新開発のですね、オンディマンドのフルタイム四駆システムを全てのグレードに標準としています。フリーダムドライブ1の特徴は、通常時は 100% そのトラクションというのは前輪にかかって、まあ、非常に燃費の省燃費の設計になっているわけですが、必要に応じましてリアのディファレンシャルに組み込まれました電子制御カップリング ECC と呼んでおりますが、まあ必要に応じましてこの ECC がですね 100% 前輪にかかっているトラクションを後輪に伝達いたします。まあこれに加えまして、あとトラクションコントロールを利用することによりまして、トラクションのですね、左右の分配も行います。ということはですね、4輪のうち1輪にしかですねトラクションがかかってないような状態でも前進することが可能なわけです。非常にシンプルで軽量なですね四駆の構造ではありますが、ジープブランド伝統のですね四駆のシステムというのはこのコンパクト SUV のパトリオットにも健在でございます。ジープブランド、これはクライスラーのその商品構成の一環でですね、このジープブランドも去年一昨年から商品構成というのをこう、まあ
かけてきたわけですが、2年前ジープブランドのモデルの成り立ちというのは、スモール SUV のラングラー、ミッドサイズのチェロキー、あとラグジュアリーのグランドチェロキーという3モデルだったわけですが、クライスラーグループの商品構成で昨年ですね、ラグジュアリー SUV セグメントにですね、グランドチェロキーがどちらかというと都会的な洗練されたラグジュアリー SUV に対抗しまして、タフさをですね強調したコマンダーというモデルを追加しましたし、今年にはミッドサイズにこれはなると思いますが、4ドアのラングラーというものを導入いたしまして、その商品構成を強めてまいりました。で、今回まあ都会の走りを意識したコンパクト SUV のパトリオットを導入することによって、そのさらにですねラインナップの拡充を広めてきているというところがジープブランドの現状ではないでしょうか。